こう、なんて言ったらいいんでしょうね。こう、いろいろ、まあ、マーケティングのキャンペーンとかにはあんまりないかもしれないですけど、なんか経営をしてて、こう、そういうふうな差が、こう、よく、ものすごく出る場面であります。その短期的な、もし、売上の方に行くんやったら、こうしてたけど、それは行かずに、こう、長期的な方に行くという。例えば、メルマガやったとかもそうじゃない。ああ、なるほど。その関係性というか。そう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 。いうところですね。うん。なるほど。だって、手間じゃん。そうです。毎日。まあ、昔は結構書いてありましたよね。毎日というか。あ、でもね、今ふと思ったけど、はい、多分これ聞いてきてる人も分かってると思うのね、はい、短期的なこう短期的な成功と長期的な成功があって分かってると思うんだけど、多分どうすれば長期的に成功するんだろうかっていうことは、はい、ね、多分本人も分かってると思うんだよ。なるほど。うん。でも、薄々というか、そうそうそう。あの、俺、まあ、喋ってて気がついたんだけど、気がついたんだけど、はい、長期的に、そのビジネスを発展させるとか、はい、ね、仕組みを作るとか成功させるっていうのは、あの、はっきり言ってつまんなくてめんどくさいことばっかりなの。当たり前のことをちゃんとしろみたいな。そうそうそう。そういう話になってくるってことですね。さっきのメルマガとかだとそうじゃん。メールマガジンをね、365日毎日送り続けるって、これ、クソめんどくさい。そうですね。毎日書いて。まあ、でも、確かにうまくいくだろうなって分かるじゃん。そうですね。出してへんと出してるやつは絶対出した方がいいやろなという。だから、説明する必要もなく分かるじゃん。そうですね。ね。うん、だけど、そう、なんていうのかな。短期的に成功する、短期的に成果を上げるのって、はい、なんとか面白いのよね。そうですね。言うたら、ちょっと刺激的というか。プロダクトランチとかもそうじゃん。はい。なんかすごいね、お客さんのこう、心理トリガーをね、引いてどうのこうのとかね。短期間ものすごい忙しいんだけど、ドカーンと売り上げがあったりとかするわけじゃん。だから、すごく面白いし、まあ、楽だと思う。だね、ちょっとどういう仕事してるか分かんないからあれだけど、はい、短期的に成果上げるのって楽だと思うよ。なんでかっていうと、はい、お客さんとの関係を長期的に考えなくていいわけだから、今のことだけ考えればいいわけでしょ。そうですね。極論で言えば騙せばいいわけじゃん。そうですね。なんか高いものを、全然価値がないものを価値あるって言えばいいです、ね、言えばいいわけじゃん、はい、だから短期的なものって多分簡単なんだと思うよ。長期的だとそれやったらもう終わりだから絶対できないじゃん。そうですね。今のやつを取り組む、今の商品を売るんだけども、この商品を売ることによって満足してもらってまた買ってもらいたいってことがあるから下手なことできないよね。そうですね。嘘もつけないよ。そうですね。変わったら、変わった人がどっちかというと今までいい関係やった人が、まあ、買ってくれる確率が高くて、うん、その買ってくれた人からどっか行くわけですよね。嘘つかれたみたいな。買った人から離れていくみたいな。そういうことですもんね。いい人から離れていくという、長期的に考えると一番最悪な。そうそうそう、ですよね。だから多分長期的に事業をうまくいかせるとか方法というのは、ただ基本的に面倒くさくてつまんない。なるほど。仕事が多いからついついみんな短期的な方に走って、でちょっと痛いで見るじゃないですけど、こうなんか微妙な感じになって戻ってくると、戻ってくるっていうか分かってるんだけど、はい、できないっていう状況が多分ずっと続くの。ああ、そのこう腹を決めるじゃないですか。そうそうそう、しんどいことをやらなしゃあないみたいな。そう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 、そういうふうに決めてやるっていうのができないっていう。そうそうそう、なかなかその気合が足りないみたいな。まさにそれだと思う。これまあこの人は何だっけ、その例えばうちじゃない同じようなコミュニティで商売してる人で、はい、うちじゃない会社はあんまり組織化されてないと言ってるわけでしょ、はい、組織されてない理由の一番はそれ腹くくってないかと。なるほど。楽して儲けようとしてるから。あ、でも組織化しない方が確かに自分一人の方が何かあった時に締めるのは楽ですよ、うん、会社自体をさっと。であらゆることが多分楽だと思うね。あ、そんなこと考え、なんかめんどくさいと考えなくていいし、例えばさ、セールスコピーなのもそうだけども、はい、
セールスコピー、例えばうちの会社を伸ばしていくためには、はい、セールスライター育てなきゃいけないでしょ。そうですね。そうするとさ、一人のライター育てるのにさ、まあ2年から4年かかるわけじゃん。そうですね。ね。まあ平均3年としよう。はい。3、4年としよう。3、4年かかると。クソめんどくさい。今からやり始めて、成果出始めるの3年後みたいな話です。そうそうそう、そういう話。そういう話ですよね。そういうのをガリ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 やっていかないといけないわけでしょ。そういうことですね。で、一方で短期的に上げるんだったら、そうだよ、全くなくて、なんか新しいね、Facebook のノウハウとかね、YouTube のノウハウが入ってきたら、わーってなる。そうですね。やったーみたいな。でそれをまあ自分でちょろっと例えばやって、うん、誰にも教えんと別に普通に自分でやってやったら短期的には早いですよ、自分が、はいはい、能力も高いわけですし、そうそうそう、でもすぐに結局わっと売り上がった時に人間どうしてももっと行きたいと思うから、はい、もっと行きたいと思ったら組織が必要になってきて、うん、そういう課題が出てきて、出てきてるの分かってんだけど目を背けるわけ。育てなあかんって分かってるけど、これをやるのかと、ちゃんと会社せなあかん、マネジメントやらなあかんってんだけども、うーんというのを、俺はそれも何年間もそのフェーズがあるからよく分かんない。そのマーケティングやりたい、マーケティングやってて組織化しないといけないな、でも俺はやりたくないっていう問題から目を背けるのね。何年間も、でも気づいてるわけですね。今日完全に気づいてる。完全に気づいてて、完全にこれ問題だってのは分かってるし、なるほど、それやらなきゃ次はないなって分かってるんだけど、はい、なんかうまいことできないかなみたいなね、うん、考えろ。そうですね、その気持ちはものすごく分かりますけどね。なんかうまいこと他方法ないかっていうので、はい、探しに行くんだけど、でこれが新しい方法ですって言われて、おってこう、そうなるという。だから3年ぐらい探してないなと腹をくくったっていう話なんだけど。なるほど。それは会社の経営とかもそうだけど、マーケティングとか、まあ、そのマーケティングは違うかな、その長期的短期的っていう意味で言うと、多分あのそういうことじゃないかな、長期的な成功のためにやるべきことってのはもう自明なの。あ、もう常識的には簡単に言うと、うん、普通のことですね。もうこれやらなあかんなって言ってお客さんの満足度を高めなきゃいけないわけでしょ。そうですね、うん、普通すぎない。商品をちょっともうクレームがあったらそこ直ちゃんと直しましょうみたいな、そういうとか、ね、分かりやすくするとか。そうですよね。あ、クソ当たり前なことばっかりじゃん。つまんないことばっかりなんだよね。でもそれを やると、まあお客さん満足するわけですから、まだ次も買ってくれるっていう長期的な関係につながっていくという。そうそうそう、だから多分だけど、これ今喋ってて思いついたんだけど、はい、長期的な成功、短期的な、みんな長期的に成功したのはそうだと思うのね。そうですよね。ただ、はい、めんどくさいんだよ。これはやらなあかんのかという、多分絶対分かってると思うよ、この人って。まあ、そうですね、その山さんが誰聞かれたか知らないけど、はい、長期的に、ね、自分のビジネスを成功させるためには何すればいいかと絶対分かってると思う。そうですね。ただめんどくさいの。他ないめんどくさいからね、変な話、小川だったらそのめんどくさいのをね、避ける方法を知ってるんじゃないかというね。うまいこと避けてやってんのか。そういうスケベ心が出てくるわけ。スケベ心が。そうですね。で、例えばまあ、その、例えばね、小川さんに聞いて、無理やねって言われて、腹が決まるとラッキーっていう感じですね、その収支とは。そうそうそう、腹決まって、なるほど、ちゃんとやろうってなるか。いや、そんなことないと。まだあの人なら知ってる。なるか。探し続けるかということですね。なので意外な、そしたらこう、やっぱ長期的にこう成功するためには、普通のことをちゃんとやるみたいな。残念すぎる。残念すぎる。まとめると残念すぎる内容だけどね。まとめると残念すぎる内容だけど、でもそうなんと思うよ。そうですね。うん、だってさ、マーケティング、まあ一人学んで、まあ、なんだろうな、競合よりも強ければいいわけだから。そうですね、競合より強くなったり上手になったりするのって、うん、多分どの業界でも結構すぐだと思うね、うん、そこから極めていくのはすごくいいと思うけど、はい、そしたら、ね、それ以上にまたマーケティングを磨きかけると、まあ、いいと思うけど、うん、やっぱ基礎がなってないと、基礎というか会社としてのさ、うん、基本がなってないと、マーケティングでたくさんお客さん集めてクレーマーたくさん出るみたいな
話になりますよね。話になるでしょ。はい。その商品がめちゃくちゃ良かったとかいうことですね。昔のうちみたいな。たくさん無料試しで入れたら、無料試しならしてないというね。苦情がたくさん出てきた。はい、だから、カスタマーサポートと言って、ガーッときっちりこうやって、ってで、お客さんに届く、そのね、なんだ、ドキュメントをちゃんとね、まあ、ちなみに最初からいろんなところにちゃんと書いてあるんだけど、まあ、それを置いといて、はい、より分かりやすくして、これは分かるだろうと。で、そこからこの、こういう本を書かなきゃいけませんってガイドラインを作って、はい、ね、まあ、これ自分一人だったら別に作る必要ないけど、今みんなでやってるからさ、そうですね、これはルールを守りましょうってやって、で、やっと少なくなっていくわけじゃん。そうですね。まあ、それをやってなかったら、ね、こっちも適当にほっといて、マーケティングでわーってね、お客さん、新規客でわー集めてたら、まあ、炎上だよね。なるほどね。こう、お客さん集めて、そのうちのかなりのすごい多いパーセンテージがクレームになる。そうそうそうですよね。売れば売るほど、すごい炎上。炎上、炎上。が引っかかっていくってことですよね。サポートの人はどんどん辞めていきたい。人で少なくなっていって大変だ。そうですね。でも今のね、話もなんかこう、ちゃんとドキュメントにして、それをみんなに分かるようにルール化して、それをみんなでやるという、なかなかこう。めんどくさいじゃん。そうですね。しかもね、これね、まあちょっとこれ、全然違う関係ない話になってるけど。はい。そうですね。あのドキュメント作ったからってみんなやるとは限らないからね。ああ、そうですね。はいはい、はい。これやれよっていうのを浸透させるフェーズがあるわけでしょ。クソめんどくさい。お前これ書いちゃうんじゃないかみたいな、そうですねみたいな、うん、次から見なすっていうのを何回も言われる、そうそうそう、次からってなんでやろ今見ろみたいな、ね、なるほど、そういうことですね。でもまあ、そういうことじゃないですか。そうです、ね、めんどくさくてつまんないことをちゃんとちゃんとやるという、うん、それを覚悟を決めてやるというのがまあいいです。まあでもね、でもそれがね本当にすごくいいことなんだよ。これちょっと何日か先週かな、はい、中谷さんのさ、はいはい、小川さんの山登る、そうそう、レスポンスで、うん、はい、ブログに書いてあったと思うけど、はい、あれね P&G の話なのね。あ、そうなんですね。うん、で P&G のなんだっけな、戦略で。はい、どういう戦略を取ってるかというと、はい、競合がこの山登るのはちょっとしんどいなと思って諦めるような山を作りなさいというのがそのピアノ中の戦略らしいんだけど、それまさにそうじゃん。そうですね。めんどくさいこといっぱいあると、ね、ここはもうちょっとしんどいなって、P&G あれやってるけど俺あれやるの嫌やな、もうそういうことですよね、っていう話じゃん、はい、だから多分そのザレスポンスとかもそうだと思うけど、ね、めちゃくちゃいろんなめんどくさいことをきっかりやっていって、ね、毎日ブログ書かなきゃめんどくさいじゃん。そうですね。ね、で、もしこれからも Facebook とか Google プラスとかソーシャルとかいろんなことやっていったらさ、うん、ね、ポッドキャストとかこれだってめんどくさいじゃん。そうですね、うんうん。それをさ、うわーってやっていって、総合的にやったら、うん、同じカテゴリーに競合が入ってきたら、ね。そうですね。なんかもうポッドキャストここはやめよう。そうですね。500ぐらいあるけど、そうそうそう、どうすんのみたいな、そういう話ですよね。っていう話になっちゃったりするよね。はい、そういうまあ、結構そういうめんどくさいことって、まあ、ボディブローのように効いてくるからすごくいい、ね、まあ、蓄積っていうような感じですね。もうそうそうそう、ずっとずっと先をゆっくりでもいいから歩いてると、もう後ろの人がもう気づいたらもうめちゃめちゃ遠くて追いつけというような状況になってる。大体の人はまっすぐ歩かないから、あ、ジグザグしてるから、これ抜け道こっちあるんじゃないか、あそこに出てくるんちゃうかみたいな、こっちかなんかいい匂いするそうですね、福沢諭吉の匂いがするでみたいなそうですね、行ってみたらいっぱい人だかりができてるここも人いっぱいいるわみたいな。なるほど、そうですね。なんかこうマーケティングの話をしようかなって初めは思ってたんですけど、全然そういうふうにならずということですいませんね、だっていいマーケティングの話じゃなくない、だってそうですね、でも割とそう短期的に長期的な話でしょ。なんかこう小川さんにマーケティングとかコピーライティングの話を聞きたいっていうのと、長期的にうまいこと言ってるから、ね、そういう長期的にマーケティングとかそのコピーライティングとかで成功するのは、はい、あんまトリック使わないことだね。ああ、はい、うん、トリック使わずにその普通に、まあこれもねまとめるとベタになるんだけど、正直にやるから、はい、でも正直にやるのがね実は難しいんだよ、はい、マーケターとかセールスライターとか嘘つきだから嘘つくのになるでしょ
なかなか最悪ですけど、そこにいるから、うん、でもまあまあそうですね、いろいろテクニックもこう、この商品は最悪ですから書かないじゃん、そうですね、もうでも売らなあかんとかね、こういうのもありますから、そうそうそう、でも書くといいんだよ、それ逆に、そうですよね、うん、はい、最初は見た時は最悪だと思ったと、これを売らなきゃいけないと思ったら俺の人生終わったと思った今週のレスポンスポッドキャストはここまで、来週もお楽しみに。